皆さんこんにちは。昨日の夜病院に行ったところインフルエンザ A 型と診断されました。昨日の夜からですね、熱の方が上がりまして、39度2分の現在、タミフルを飲んで頑張って体制の方やっていこうと思います。レートがちょっと1400台ということで落ち込んでしまっているんですが、まあ、インフルエンザの中ポケモンやってるのでそれぐらいを許していただきたいなと思っています。あやさん、体制よろしくお願いします。僕自身こうインフルエンザの状態で実況しながら対戦ということは生まれて初めての経験ですので、至らぬ点があるかもしれませんがよろしくお願いします。お相手の方のパーティーは、フェアリーが2体、そして鋼が2体いますね。僕のパーティーはドラゴン統一でありますので、エルフーン、ニンフィア、それからルカリオあたりはで出てくる可能性が高いのではないかなと思われます。それらのポケモンたちに一貫しているのがボーマンダなわけですが、エルフーンと対面すると、うまく竜媒ができなかったりするので、できればこうエルフーン対面の前に竜媒しておいてウェイみたいなことができればいいかなと思っています。ルカリオ対面に関してですが、ヌメルゴンはですね、逆にニンフィアやらエルフーンやらとは対面してもなんやかんやできるんですが、そうですね、ちょっと今頭が痛くて頭が回らないですね。これは短期決戦をやりましょう。この一戦にかける思い、一戦しかどうせ動画撮らないので、一戦にかける思いで短期決戦で勝利を掴んでいきたいと思っています。まあ、ボーマンダの通りがいいので、逆にこうロットムとかが来るかもしれませんね。ではどうしましょうかね。オンバーンにサポートしてもらって、ボーマンダが活躍して、ラティアスが頑張るみたいな。感じていきましょうか。あ、まあルカリオ対面がちょっときついかもしれません。いやー、でもルカリオも進化しなければメガ進化なしならボーマンダの方が早いので、それでいきましょう。ボーマンダが全てを倒す、それで勝利をつかみます。あやさん、対戦よろしくお願いします。僕の体の限界が来るのが先か、それともお相手の方がやられるのが先か、そういう勝負になっていくと思います。よろしくお願いします。メガボーマンダというポケモンですね。まあ、強い、散々強いと言われていて、まあ、最終的に、あ、強いか弱いかよくわからないところになってしまったわけなんですが、僕は全然、この竜統一ではエースを張れると思っています。よろしくお願いします。ではですね、ここは、メガ進化をしておきましょう。メガ進化一回するのとしないのでは、素早さ種族値がかなり変わってくるので、ただメザ氷持ってるとちょっときついんですよね。そうなりますと、いや、激凛もしたくはない。一発タックル打ってみましょうか。ボルチェンってことすら考えられます。確かにダメージはそこまで入らないかもしれませんが、多分ステリタックルの反動プラスメザ氷だったらボーマンダやられませんので、タックル入れて HP を削っておきます。うん、いいダメージ。で、この HP があれば、鬼 B 。まあ、致し方なしですね。まあ、この HP があれば十分です。ボーマンダは全然まだ仕事をしてくれますので。どうしましょうか。鬼 B 搭載型ってことはあれですね。物流系っぽくできる子だと思われますので。じゃあ、もう一回タックルしましょう。タックル2発目通ります。ボルチェンですかね。ドロポン、ボルチェン、鬼火、なんやかんやで、お盆の実と。でしょうね。お盆の実だったので。まあこれはお互い有効だがそこまでないといった感じです。ボルチェンで逃げられますが、おぉ、急所。危なかったですね。何が来るんでしょうか。まあ、ニンフィアあたりが無難なところですかね。ニンフィア。いや、さえ渡ってますね。自分の、経験から来る。何やかんやが頭が回ってない。さえ渡ってるとは何だったのか。頭が回っていませんが、ここはそうですね。ラティなら一発耐えてくれないかな。本番出してもいいんですが、いや、ラティ、頼んだ。ニンフィアの攻撃一発耐えてくれれば、まだ全然チャンスはある。ラティ出します。はい。せっか、あー、これは美味しいですね。
超食らった。こんなに食らうもんなのか。いやー、石化でこのダメージか。壁張ります。うん、引っ込め、どういうことだ。ロトムが出てきます。壁張ります。まあこれは対面としては悪くないんですね。僕のラティアスは光の粘土持っていますので、シャドウを打ちます。壁のターンは8ターンあるので、まあ多少時間潰されてもですね、仕事はしてくれるでしょう。ロトム落とせればボーバンダが安定して復活ができますので、それはそれで美味しいと。シャドウもさすがに2発なら、うお、よし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 、鬼 B、 いや、いい仕事をしてくれてるラティアス。いや、ほんといい仕事をしてくれているぞ。ではここはお相手の方ロトムを捨てるか、ニンフィアを見せるかっていうところだと思うので、よし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 、美味しいですね。あそこで引いてきたニンフィアですが、まあ、壁を予想してということでしょうか。てか電光石火の火力が高かったような気がするんですけど、どうなんでしょうか。さてニンフィアバック、いや、ここは行きましょう。頼んだぜラティアス、よく頑張ってくれた。これでうちのボーマンの先輩の完全復活じゃ。お相手の方はこの技も見たいですね。ハイパーボイス。ハイボ持ってて、あの状態か。こだわってたりはないと思いたいんですが。よし。癒しの願いが届き、全回復プラス、やけど回復。一回待ってしまえば、全抜きまで見えている気がする。ただ、問題があるとすればそうですね。待った後に HP が足りないと。いや、タックル打ちます。してみタックル。倒せれば美味しいですし、倒せなかったとしても。おー、さすが。素敵な火力。いや、これはラティアスが繋いでくれた、このボーマンダイの勝利の、なんやかんやですね。いやー、効いてますよ。自分の体には、いろんなダメージが入っておりますよ。よっしゃあ、勝ちが見えると急にテンションが高くなる。それが僕のポケモンバトルだ。この極限状態の中で勝利をつかめれば、多分僕の人生の一つの自信になるでしょう。ルカリオメガ進化しましたが、このターンはこちらの方が早い。そして、圧倒的攻撃収束値から繰り出される。弱点技、ルカリオも耐えれない。というわけで、メガボーマンダ活躍見せれたんではないでしょうか。ラティアスもですね、癒しの願いというサポート技、メガ進化ポケモンを復活させることができます。とても頑張ってくれました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。皆さん、人混みの中、電車などの中ではですね、マスクをして、インフルエンザ予防接種を受けて、ぜひですね、健康体で、今年1年、頑張っていただきたいと思います。お疲れ様です。